駅外観駅内部プラットフォームとコンコースは、犯罪防止のためゲートで区切られているコンコース。電光掲示板ホームローマテルミニ駅は、イタリアローマの玄関口である、中央駅、トレニタリアの駅、エスクイリーノの丘にある。乗降客数は1日約48万人、年間1億5000万人以上。駅は、パリ、ミュンヘン、ジュネーブ、バーゼル、ウィーン等に向かう。 国際列車が毎日運行されているほか、すべてのイタリア主要都市に定期的な列車の便がある。ローマ近郊鉄道のフロリダ4位からフロリダ8の各線の始発駅でもある。29のプラットフォームがあり、毎年1億5000万人の乗客を抱え、ヨーロッパ最大の駅の一つとなっている。テルミニ駅は、ローマ市内の公共交通機関の主要駅でもある。 現在、ローマ地下鉄は、テルミニ地下鉄駅で交差しており、駅前広場の500人広場には、主要なバスターミナルがある。市内のトラム乗り場が、駅前にあり後、14系統の路線が乗り入れているが、トラム路線網のハブ駅は、テルミニ駅から約1500メートル東の、ポルタマジョーレ停留所である。テルミニ駅に隣接して、 京弁鉄道ローマイコールジャルディネッティ線のローマ、ラツヤリ駅がある。高速鉄道や長距離列車の一部は当駅には停車せず、ローマ市郊外の鉄道幹線上にあるローマ、ディブルティーナ駅にのみ停車するものも多い。2006年12月23日、駅はヨハネ・パウロ2世に捧げられた。テルミニの名称は、駅近くに古代ローマ帝国のディオクレティアヌス浴場の、 遺跡があり、古代ローマの公衆浴場を意味するテルメを由来とする、同じ名前の地名から名付けられた。この説について、東京外国語大学名誉教授で、イタリア文学専攻の川島秀明は疑義を示している。音は似ているがテルメとテルミニの語源は全く別であるし、そもそもテルミニとは執着の意味であり、この地点に、 古代の水道の終着点が集まっていたことと、鉄道駅の文字通り終点となったことから、名付けられたのであろうと述べている。駅舎のうち、正面コンコース部分は1947年から1951年に建設されたモダニズム建築であり、映画、終着駅の舞台としても有名。その他の部分は、ファシズム期に建設されている。地下鉄の駅は地下にある。 2014年冬ダイヤでの、平日昼間の主な運行路線を呼び、発着頻度は次の通り AB トレニタリア、ローマターミニ、ニュースオンイタリアンレールウェイズオフィシャルウェブサイト、アーカイブド2007年9月28日、アットザウェイバックマシン、グイダディイタリア、ローマ、ミラン、ツーリングクラブイタリアーのピアニッシモ、162、イルトポニモデリーバドールテールムディダイアクレージャの、 ザトポニムディライブス。from the bus of d i a c 川 i t i n 島秀明。ローマ3作新赤版698巻。岩波書店。岩波新書。2000年。123から124ページ。https://1.2.ac.jp/.ncid/.ba49236934。告評されたヨハネパウロ二世像。 回収して、再公開。ニュース、http www.afpbb.com life-culture culture-arts 2912673 9 8 6 6 2 8 c t m キャンペーンフォトピックス2012年11月21日、閲覧。 ありがとうございます。